お疲れ様です。100人中99人が成功者ね。こんなキャッチコピーを聞くと、あ、自分もそこに参加したら成功できそうだなと思うじゃないですか。でもですね、こんなことを言うやつもいるんですよ。お前が入らないから100人中99人だと、101人中2人になるんじゃないのみたいなね。確かにね、その高い実績の数字って自分が参加してないから高い実績なのかもしれません。参加した途端自分がその実績をね落としちゃうかもしれませんので、やっぱ頑張っていかないとね。あの、就職年でお話しましたけども、20代30代の就職ってこの先30年40年っていう未来の時間を共に会社が採用するっていう考え方かなと思うんですよ。でも40代とか50代ってもうせいぜいね、この先10年とか20年のことじゃないですか。だから、最初から出来上がってる人じゃないと俺は欲しくないですよね。で、人格豊かでもうね、そこそこ有名人だったりとか、え、何々さんがうちの会社に来るんですかって喜ばれるぐらいのね、だから誰この人みたいなのはもう最初からもうお呼びでないのかなと思いますよね。だからね、40とか50とか過ぎたら会社に行くんじゃなくって、まあネットを使って自分でねビジネス作った方がなんぼか近道だと思います。いらっしゃい。